たちは力を合わせて一緒久しぶりにカレー食べてます。なんかね、ボンビーっていう同じ名前の店が昔この辺にあって、カレーです。まだ ありがとうございます。じゃあないな、でも席があったんでラッキーでした。真上がスピーカーっていう結構ハードなシチュエーション。新しいお店になってますね。ロイヤルコフィンハーゲン。久しぶりに魚様に来ました。久しぶりの魚様。今日はミックスフライを食べます。ちょっとボケすぎかな。猫がご飯食べてます。猫ちゃん美味しそう。ちゅうわけで今日もどういうわけで今日もねマックに来ちゃいました。いやー、モバイルオーダーが便利すぎて。で今日はねマックブックですよ。今日もこのねリナテックのケースが届いたんで、こういうわけでインケースのねリュックじゃなくてこのトートでこれだと片手だと分かんないですね。さすがによいしょ。結構パッドがちょっと充実してるんで結構安心かなと思います。ちょっと久しぶりにポパイ買っちゃいました。Dマガジンで読み放題でね読んでたんですけど、すごい写真が良くて、そういうわけでね、まあ、1年くらいは手元に置いて記事を眺めたいと思います。なんかものすごい久しぶりにオーズマアクション使ってる気がします。最近ねもうアルファ 7C ばっかり使ってて、まあこれでこいつですね、
アルバス MC で、まあ、カタリストブラウズで手ブレ補正すれば十分かなっていうことと、なんだろう、ちょっと自分の自撮りを控えてたっていうところもあって、それで使ってなかったんですけれど、昨日ね、DJI アクション2が発表になって、もう買えるようになってましたけれど、そういうこともあって、久しぶりに使ってみようかなと思って、あとね、今日すごい天気がいいんで、まあ、こうやってね、空が綺麗な時ってすごく、オズマアクションね、いい映りするんで、それで持ち出しました。で、アクション2なんですけど、まあ、すごい面白いですよね。まあ、インスタ Go 2的な、ちっちゃいね、ボディで、インスタ Go 2よりは大きいですけれど、ほんと四角いボディでね、まあ、そこに必要なものを拡張していくみたいなので、まあ、僕だったら、ミニマルの構成でいきますかね。自撮りディスプレイもいらないかなっていう。まあ、あれで、こういうところにね、ぴったりくっつけて、気軽に、街撮り動画を撮りたいなとは思うんですけれど。まあ、買うかっていうとね、さすがに MacBook Air 買ったばっかりで、ちょっと体力がないんですけれど、まあ、それと一点気になるのが、水平を維持する機能。まあ、インスタ Go 2にもあるやつですね。あとは GoPro Hero 10にもあるやつなんですけど、まあ、インスタ Go 2は、まあ、そもそも 4K 撮れないからあれなんですけれど、GoPro Hero 10はね、4K で、しっかり水平を維持する機能が使えて。なんですが、DJI Action 2は 2.7K までなんですよね、その水平を維持する機能が。まあ、マストかって言ったら、今これもないんでね。あれなんですけれど、買い替える時に、このオズマアクションで、ちょっと物足りないなと思ってるのは、まあ、二つ、その水平を維持する機能ね。そうすると、こういうところにマウントしたままで、手ぶらでね、取り歩けるっていうのがあって、まあ、それともう一つが暗所でのね、性能。暗所でかなりノイズも出るし、ということが気になってるんで、まあ、その二つなんですよね。で、その水平維持機能が 2.7K までしか使えないとなると、僕はこれいつも 4K で撮ってるんで、ちょっと買い替えるまでではないかなっていうところですかね。うん、そこが気になって、まあもし買い替えるなら、まあヒーロー10かなっていう感じはしてます。あれ、明かりがついてる。もう済んでるということなんですかね。それとも工事